工業でね、うん、中に丸っこの栗が入ってね、これに出来上がるんです。それなんですね、はい、お使い物とかね、会員のお茶菓子なんかにはよく使っていただいてるんですけどね、うん、もち以外にもこれも作られてるんですね。え、これも作られてたんですか。そうです、お米焼き本全部ね、はい、そうですね、はい、今ちょっとあの商品も少なめなんですけどね、春になったらいろいろとね、ね、今出来たてなので、出来たて、湯気が、はい、これ湯気が、あ、本当湯気、私にはとてもよく見えます。すごい。栗饅頭、湯気が立ってる栗饅頭を初めて見ます。あ、そうですか。あの、はい、よくね、よそのおめやかさんで栗を小さく砕いてね、あんこの中にしてるとこもありますけどね。はい、いらっしゃいませ。生地の中に白あんと、白あんと、そうです、はい、ありがとうございます。白あんと、ありがとうございます。こちらの方で、串をどうぞ、一枚受けてください。まあ、味見てください。